久保さん。まあ、6000万の人はね、事業で失敗したんですよ。はい。事業でね。なんか従業員もいて、まあ、いい時はね、まあ、普通にね、稼いでたっぽいですよ。月収100万とかも普通だったらしいですよ。おそらく。話を聞いてると。だけど、事業は失敗して、まあ、従業員とかも、あの、知り合いのところにこう、あの、投げるというかね。 あところで働いてもらったりとかして、なんとかして移動させて、今に至るみたいなんですけど。まあ個人でね、まああの、6000万は、まあまあ作れないですよ。<laughs> 6000万クラスは。うん。まあ事業で失敗したらしいですけどね。だからまあ、あまあ久保さんもね、麻雀店やってなかったら、3000万には、借金3000万にはならなかったと思うんですけど。ね。なかなか個人で、 キャバクラ通いして3000万って、あ、まあ、いる、いる人もいるかどうなんだまあ、借り入れできないですよね。個人の信用で。うん。会社だったらね、あの、銀行から借り入れとかね、まあ、大きい金額できたりとかするかもしれないですけど、個人で3000万貸してくれっていうのはね、なかなかファンキーですよね。ま、あその利、利子が利子に積もって3000万みたいなね。まあ、ある可能性はあるけど、うん。 まあでもね、あのー、僕がその方に言ったのは、一応そのね、事業をやっていて、従業員を雇っていて、まあ僕もそうでしたけども、やっぱその経験っていうのは、やっぱね、すごくいい経験だったと思うんですね。他の人がやっぱ経験できないことですよ。久保さんもそう、僕もそう、従業員を雇うというね、給料払うっていう側っていうのは、まあ普通に生きてたらまあまあ体験できないんですよ、これは。本当に。だ今僕の、 柱を作ってるのは、やっぱ従業員を雇っていたっていうところが、本当に大きかったですね。本当に大きいです。うん。大きいからこそ、うん、今の発信ができるかなと思います。徹底的に。どれだけ従業員に給料を払うっていう行為が辛かったのかっていうのはね。うん あのー、身に染みて感じてますから。うん、まあ、久保さんもいろいろと、ね、あの苦悩があったと思いますし、まあ、ここに関しては精通する部分はあると思うんですけど、毎月やっぱ給料払ってるのにね、まあ、売上上がんないわけですよ。で結局、売上,上げ上げるのは僕だし、うん、そう。売上げを上げないといけないし、で、従業員が、なんだ あのなかなか売り上げ作れないからっつって、勉、会社でもね、勉強会ね、100回とか200回やったと思うんですよ。で、その資料も作って、じゃあ今日、今からねそう、会社の営業中っすよ。会社の営業中に時間を取ってね、勉強会とかもやって、まあ、資料渡して、じゃあこれ、こう今日やっていきましょうみたいな。まあ、それでも売り上げあんま上がんなかったし、まあ、それは僕の、まあ、指導方法だったりとか、教育方法だったりとか、 あなんだあマネージメント力とか。まあそういうのがなかったからって言われればそれまでかもしれないですけども、まあはっきり言ってしんどいですよね。<laughs> 給料も上げて、ね、ただで教育、そういうのを、ただで教えてね。で、さらにその時間食われて、うん、自分に負担かかるわけじゃないですか。だってその資料を作るのにも時間かかるし、教えるのにも時間かかるし。で、なおかつ、 また売り上げ作る時間を作らないといけないし。だからね。もう絶対従業員外注とかね。もうそういうのやりたくないですね。うん。だからまあ、僕はもう一人で稼ぐと。だからまあ、クローン人間ね。24時間。24時間365日。不眠不休で文句も言わず喋り続けてくれるクローン人間。吉谷拓郎っていうね。 僕っていう人間を雇うっていうね <laughs>。ただでね。こんなね、生産性があるものって僕はないと思うんですよね。で、旗から見たらね、なんかこれ、小野田さんにも言わ、小野田さんがちょっと言ってたんだけど、なんか、今の活動って、まあ、なんだろうな、なんか、あのー、間違ってるでしょ、みたいな。な,なんかそんなこと言ってたんですよ。そんな、やりすぎだよ、みたいなね。やりすぎだよ、みたいな。 お金を稼ぎたいんだったらもっと効率いい方法あるよ的なねな。なんかまあそういうニュアンスでなんか言ってたような気がするんですよ僕。僕はね、これほど効率がいい稼ぎ方ないんじゃないかなと思ってるんですね。だって、ただっすよ。ただで従業員雇えて、ただで、ただで従業員雇えて、なんだ、24時間365日稼働して、こんな、 しかもそれ、いくら雇ってもお金かかんないですよ。え、こんな生産性の高いやり方あんのかなみたいなね。っていう考え方もあるんですよ。まあ、それ一つの考え方じゃないですけどね。動画の量産とかに関しては。それ一つだけの考え方じゃなくて、いろんな側面の考え方が、いろんな要素があって、こういうやり方をしてるんだけども。ただ一つの要素としては、僕はそう思いますけどね。うーん。 あのー、その側面で見た場合ね、今の話で言った場合、そうじゃないですか。とか今2万本は動画あるわけですよ、僕。2万人雇用してみてくださいよ。手取り20万。手取り14万で、まあ、手取り14万って言ってるけども、会社が払う社会保険とかね、あるわけですよ。負担分が。だから多分ね、まあ、払ってる分は20万ぐらいだと思うんですけど、じゃあ20万で計算しましょうか。 20万かける2万ですよ。毎月。20万、20 2 0二千、二万、二十、万、十万かける二2万本でしょ ?200、20 2 0 2万。1、10、100、1万。はい。1 10, 100, 000, 10, 100, 000, 100, 000、10、100、1000、万、10万、100万、1万 10,。え ?1、10、100、1万、十0 1 0 0 1万、 ん一、十、百、千、万、十万、百万、千万、四十億ですね。多分。四十億。<laughs> 毎月四十億円必要ですよ。<laughs> 毎月四十億円、ただですよ。これ、すごないですか二 <laughs> 万人を雇用して、二十万払ったらね、四十億ですよ。<laughs> ただね。 まあこういう考え方ができるのはやっぱ従業員雇ってたからですよね。うん、そこに対してどれだけのその悩みだったり葛藤だったりとか、ああ、いろんな物語があったのかによって。うん、まあうまくいってる人はね、従業員を雇ってうまくいってる人は、あの、な会社は人だみたいに言うかもしれないですけど、逆を言うと会社をダメにするのは人ですからね。<laughs> 会社をダメする、会社をダメにするのは従業員なんですよ。 えそうじゃないですか。社長がどれだけ志を持って、社長がどれだけビジョンを持ってやっても、従業員1000人が、ね、あの、それなかったらね、あの、ダメにしてきますから。でもそれは社長の仕事だろうと。従業員をこう持ってくのは、社長の仕事だろう、リーダーの仕事だろうって、まあ、言われたら終わりなんですけど。<laughs> いやー、僕はもうやんないですね。うーん。もう絶対やんないです。うーん。 自分の人生を生きますね、うん。従業員を雇うってことは、従業員の人生を背負うっていうことでもあるわけですよ。責任が重いんですよ。うん、だからまあ、うん、従業員ね、かなり雇って、こういい、運営されてる方はすごいなとは思いますけど、うん、僕はもうやらないですね。自分の人生を生きます。うん、まあ、ちゃんと商品売って、授業料をいただきます。<laughs> 授業料、授業料いただく分には全然、あの、サポートするし、全然やるし、うん、従業員から授業料もらえないですからね。そう。あの、お金払ってなおかつ、時間も知識も提供するって、全部、全部提供しないとダメなんですよ。で、全部提供してもやめてくみたいなね。そう。だ昔、その、 俺が10人いたらもう売り上げめっちゃ作れるだろうなってずっと思ってましたからね。会社の2時、会社で1人ね、2時3時でねか、パソコンカチカチやっててね。俺がもうしこ、この気合いあるね、俺が10人いたら、もう絶対会社の売り上げめっちゃ作れるんだろうなと思ってましたけど。うん。だからそれを今自でやってますけどね。うん。そう。 だからまあ、あのー、まあ、手取り14万のテーマー、とかけ離れてるか分かんないですけど、うん。まあ、やりましょうって話ですね、久保さんっ、ね、て。<laughs> やった方が、自分でやった方が俺、僕はいいと思います。うん。人にやってもらうっていうこともありますよ。人に任せるというものももちろんあるんだけど、僕は自分でや,やっちゃう方がいいと思います。 うん、もうこっちの方がね、もう圧倒的にスピードが速いですもん。みんなでやると、みんなの意見が必要なんですよ。何かプロジェクトやるにしても、会議だ言うてね。で、じゃあ多数決とかね。なんか意見聞いたりとかして、まとまんないですよ、結局。時間かかるんですよ、一個やるのにしても。もちろんワンマン系でね、やるぞっつってね、うん、その、みんながね、こうついてきて、 辞めずについてきて、あ、社長がそう言うんだったらやります、やります、やります。一生懸命やって、で、文句言わずに、ね、売り上げ作れるんだったらいいんだけども、そうは、そう簡単じゃないんですよ。全然そんな簡単にいかないんですよ。<laughs> ワンマン、ワンマンしてたら不平不満出る、出るわけですよ。社長は全然従業員のことを見てくれない。っつってね。<laughs> ね <laughs> 難しいんですよ。本当に難しい。でも一人は楽ですよ。 自分がやるって決めたら、やればいいだけですから。<laughs> こんな楽なことないですけどね。自分が全部意思決定できるし、周りのこと気にしなくていいし、周りの意見聞かなくていいし、自分の意見に従えばいいんですよ。終了ですからね。自分がやる、それに従えばいいんですよ。自分の意見にね。<laughs> でも、あの、従業員の意見を聞かないといけないんですよね。<laughs> 従業員いると。 うんなんでね。まあ、手取り14万の人に言いたいんですけど、あの、一回人生において社長を経験してほしいですね。まあ、やらないと思いますけどね。従業員10人でも20人でもそれぐらい、20,、まあ、20人ぐらいですかね。20人ぐらいちょっと雇ってほしいですね。僕、マックス30人ぐらいいたと思うんですけど、大変ですよ。30人でも骨折れましたからね。 で社内でいろんな論争あったし、派閥できるし <laughs>、30人ですげえ大変でしたからね。うーん。まあ大変ですよ。うーん。まあそれをね、まとめ上げられる人もいるんだけども、僕は無理でしたね、そこは。うーん。だから自分でやるか、人にやってもらうかしかなくないですか。まあ自分でやるか、人にやってもらうか、 まあ AI にやってもらう。今、これからの時代だったら AI にやってもらうかっていう。まあ大体これしかないですから、うん。うん。まあどれを選択するのかですね。いずれにせよどっか選択しないといけないんで。うん。あもう、もう、もう一つがあるとするならば、あの、人に雇用されるってことですね。会社に雇用されるってことですね。でもさ、会社に雇用されるという選択をするんだったら、 まあ、あのー、アッパーはあるでしょうね。うん、まあ、その、どんな会社によりますけどね、M&A でね、大きい案件1億、2億、100億とかのね、M&A 決めてくるとかだったら、まあ、給料ね、まあ、結構すげえアッパー、すげえ高いと思いますけど、なかなか一般の人がね、そんなでかい仕事できないですよ。能力なかったら。多分一番給料がいいのって、まあ、まあ、営業職だったら、まあ、 取り扱いがで,でかい M&A の案件とかを扱ってる人じゃないですか。だってその何百億の仕事をまとめるわけじゃないですか。うん。まああとはまあ、あの、ファンドマネージャーとかね。うん。投資で言うならば。うん。まあできます。M&A の案件まとめられますか、うん。ファンドマネージャーします 何千億とか何百億をこう、運用するっていう <laughs>。僕やりたくないですね <laughs>、うん。はい。まあ、僕はもうずっとこの調子で行きたいなと思いますね。てか、行きますけど。はい。行ってらっしゃい。